陽性が出たばっかりの時は本当にちゃんと教えれるかなっていう不安がたくさんありましたけども、派遣前研修っていうのがありまして、そこで教授法を主に指導していただきました。 EPA のシステムの中で授業見学というのがあって、他の講師の先生、他の講師の方の授業を見学させてもらったり、逆に見に来てもらったり、見に来てもらったりすることもあるので、少しずつその不安はなくなっていったかなと思います。会話の授業ってどうやるんだろうとか思った時に、授業見学いいですかって申し込んで行って、で、自分も勉強になりますし、フィードバックもするんですね。その後にここが良かったですとかいうふうに、でそういうのを伝えるのも勉強ですし、逆に私が見てもらった時にそのフィードバックがもらえるのがすごく勉強になるなって思いました。